どうも皆さんこんにちは、くまたです。今日はまたね、いつも通り動画を回してるんですけれども、今日はねちょっと急遽動画を撮ってます。っていうのも今日はね6月20日に受けた第270回 TOEIC 公開テストの公開日になります。これちょっと毎回説明してるんですけれども、 TOEIC オンラインでいつも発表があるんですけれども、その発表日っていうのが、試験当日を含めた17日後にオンラインで発表されるような感じになってます。なので今日は7月6日なんですけれども、今日が17日後なので、オンラインで結果を発表されました。ということで今日も発表していこうと思うんですけれども、その前に僕が以前まで受けてた TOEIC の結果っていうのをね、一応発表しとこうと思います。僕ね、昨年2020年の11月頃からね、もう受けれる限り連続で受けてるんですけど、今日までで大体、今日が7月なのでそれまでで大体6回受けてきてます。ちょっと受けすぎやろうと思うんですけどね。でその結果がこちらになります。それがね、850、840、840、840で、前回が880っていう結果になりました。ちょっとね、だいぶね、こう840のところでくすぶってたんで、もうほんま結構気持ち的にはね、前回の結果が出るまではもうちょっとほんまにどうにか伸びてくれって思ってたんですけど、前回はね、880っていう結果を取ることができました。で皆さん気になるのが今回ですよね。ちょっとそしたら今回のテスト結果発表しようと思います。その結果がこちらになります。はい、今回はね870っていう感じで、ちょっと自己新記録は更新できませんでした。はい、ちょっとね、前日ね、今日僕夜中にリスニング495点、リーディング405点で900点を取るっていう夢見たんでね、これ絶対正夢なるやろみたいな思ってて、実際にね、僕も前回のテストを受けた、感想なんですけど、もしかしたら900いけてるかもなっていうのを正直思ってたんで、ちょっとね悔しい結果になりました。ちょっとね、せっかくなので前回との比較をしていこうと思うんですけれども、前回が 5月23日の分が880で、その時が、リスニングが495で、リーディングが、385ですねっていう結果になってました。で、前回は一応ね、リスニングも運とかもあってね、495点っていう満点取れたんですけど、それもね、なんで運かとかっていうとね、TOEIC のテストって満点取れてなくても、100点中100点取れてなくても満点取れることありますよっていうのを以前ね、ちょっとこの動画で説明したと思うんですけど、実際に前回のテストで僕5問ぐらい間違えてたんですけど、それでも満点取れてました。なのでね、今回のこの480点っていうのは、そのね、誤差の部分もね、出てきたと思います。なので、今回ね、ここでちょっとね、もう本格的にリスニングで満点を取って、満点を取れるように、次から頑張っていきたいなとは思っています。で、リスニングは結構安定してきてるかなと思うんですけど、僕的にやっぱりあんまり良くないのがこのリーディングかなっていうふうに思ってます。っていうのも、前回がね、385点取って、今回はね、390点で5点しか伸びてないんですよね。ちょっとね、リーディング僕も力入れようと思っていろいろしたんですけど、全然伸びてないっていう結果になりましたね。で、正直ね、ちょっとね、努力不足かなって思う部分もあるので、本格的にね、TOEIC のリーディングしていかないといけないかなと思います。で、ちょっと僕と同じようにね、この800点後半とかっていう方が、どうやったら、900に到達できるかっていうところを考えてみたんですけど、僕みたいにね、ちょっとリーディングがあんまり自信ないなっていう人は、ちょっとおすすめの参考書があって、このね、聖戦模試っていうね、TOEIC の、リーディングの部分、5回分をまとめた、参考書になります。これね、結構本番のテストよりも難しめに作られてるので、なので、これ受けてから本番テスト受けるとね、結構時間が余ったりとか、スムーズに解けるようになると思うので、高得点目指してる方はぜひね、これ使ってもらえたらいいかなと思います。僕もね、また、390点の段階でね、あんまり、こう、自分がね、取れてないのに、大きいこと言える段階ではないかなと思うんですけど、ぜひね、見てみてください。で、僕の場合はですね、今、話してたように、自分でもここがダメだなっていうのがちょっとね、分かってるので、僕の場合はひたすら長文をやって、あとはね、パート5の語彙とか、イディオムのとこで落とさないようにしていって、
とにかくリーディングを上げていかないといけないかなと思います。皆さんもね、こう何度もテストを受けられてると、まあ、自分のダメなとことか、あ、ここ弱いなっていうのが徐々に分かってくると思うんでね、そういうのを、把握した上で勉強していくといいかなと思います。皆さんご存知か分からないんですけれど、実はね、 TOEIC って値上げされる予定なんですね。でこれ結構僕もちょっと驚いたんですけど、これですね、10月3日2021年の10月3日に、今の6490円から7810円に値上げされるみたいです。めちゃくちゃ値上げされますよね。これ幅がすごいなと思ったんですけど、1320円上がるみたいですね。これ仮にね、まあ2、300円だったらね、まあ別にいいかってなると思うんですけど、7810円になるんで、かなりでかいなと思うんで、皆さんもね、あと多分2回分ぐらいは同じ金額なんかな。あ、でももう8月分は締め切られてたんで、次のね、テストぜひよかったら、受けてもらえたらいいかなと思います。はい、じゃあね、今日はこんなとこでちょっと僕もね、最新記録を、出せずに、苦しい思いをしてるんですけれども、また次でね、いい点数が取れるように頑張っていきたいなと思いますので、皆さんもね、一緒に頑張っていきましょう。はい、今日はこんな感じで速報の動画っていう形で撮らせてもらったので、もしね、この動画がいいと思われたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またね、いろんな動画、こういうTOEICの動画から、日常で使えるフレーズの動画だったりっていうのを出していこうと思うので、よければまた見てもらえたらと思います。そしたら次の動画でまたお会いしましょう。See you later!